ナンバー・愛の躍進が社会に波紋を広げている。視聴率急上昇参観達成で注目集まる。音楽とダンスの融合で一世を風靡するダンスボーカルグループ、ナンバー・愛が NHK の音楽番組メヌー101でのテレビ初出演により、驚異的な視聴率枠上げとともに参観達成を果たし、その影響が社会に広がっています。元キング。 アンド、プリンスのメンバーである平野紫仕を中心に構成されたこのグループが手掛けた EP、GO とは音楽配信サービス、レコ直でデイリーアルバムランキングなど3部門で1位を獲得し、その勢いが続いています。2日のメヌー101ではナンバー。 アイがデビュー曲、ゴートを生披露し、同じくボーイズグループであるザラムページフロムエグザイルトライブ、ATEEZ、TWS とのダンステーマのクロストークも繰り広げました。視聴者はダンスに圧巻のパフォーマンスを見せつけられた一方で、SNS 上では口パク疑惑が騒がれました。しかし、その話題性が視聴率に結びつき、通常では考えられない深夜帯の番組視聴率を一気に引き上げました。ピンズバニュースによると、 2日の放送会の平均視聴率は個人1.8%、世帯2.9%という数字を記録。これは前週比で倍以上の伸びであり、13歳から49歳の視聴者に絞ったコア視聴率も15倍に達しました。この高いコア視聴率はテレビ局やスポンサーにとって注目すべきポイントであり、ナンバー、愛に対するオファーが今後急増することが期待されます。そして、ナンバー、 愛が達成した参観は、音楽配信サービス、レコチョクのデイリーアルバム、デイリーハイレゾシングル、デイリーハイレゾアルバムの参観、特にヒットホップ色の強い AP、GOAT が多くのファンに受け入れられ、新たな音楽の地平を切り開いています。その他にも、ヒラの仕様が単独でサントリーやボシュロムジャパンなどの CM に起用され、CM 需要が高まっていることも大きな話題となっています。 さらに、3人での大手企業 CM への出演が噂されており、広告業界からの期待が高まっています。トべのオールスターライブ、トゥーヒーローズが迫る中、ナンバー、アイは17日の公演を Amazon プライムビデオで世界同時配信。そのテレビ CM でも平野らが大きくフィーチャーされ、ますます注目を浴びています。かつては業界の制約で思うように活動できないのではと危ぶまれていましたが、 視聴率や売り上げの数字で圧倒的な人気を証明したナンバー、愛は今後もその勢いを持続させることが予想されます。これからの展開にますます期待が高まりますね。